こんばんは。フォルツァホライゾン2。2日ぶりか3日ぶり ?4 日ぶり多分3日ぶり。そんな感じでやってきます。とりあえず掘り出し物のクエストっていうかミッションみたいなのが発行されて、探そうかな、みたいなね。前回ちょっと探したんだけど、見つかんなくて。探してきます。まだ読み込み中です。何分ぐらいかかるかな?とりあえず30分。タイマー入れてます。ほいで。ビール飲みながら、頑張ってきます。ああ、いいね、ラリーファイター。ガーセッション終了。とりあえず車をね、なんか変更して、それで掘り出し物を探しに行こうかと思います。いえ。とりあえずね、もうほんとここなんだよね。この周辺にあるんだけど、あのね、ここ、とりあえず行きましょう。そこ行って、車変えて、戻ってきましょう。の前にちょっとね、ビールちょっと飲みます。イエーイ。とりあえず今日はね、早めに帰ってきたんですけど、Xbox One エディションのマインクラフトトラップタワーじゃなくて、経験値タワーで、放置しながら、ゲームボーイミクロで FF5、ちまちまとやってました。400m 先で左に曲がって。イエーイ。結構進んでね。だけど、すべてを知るものかな。なんとかタワーみたいなところでね、同時に、倒して、同時に魔法を取得しないと、塔が壊れちゃうよ、的だね。そんなやつで。全く記憶なくてね。で、右手のミノタウロスかな。そのボスは倒したんですけど、左手がね、魔法なしの近接だけでね、近接攻撃しちゃうとなんかリターン唱えちゃって、戦闘が最初に戻っちゃうんですよ。だから、どうにもならなくて、なんか2、30分ずっと繰り返したけど、車とチャレンジの内容を一新した新しいバケットリストを手配してあるぞ。ちょっと待って、あるよね、なんかね、これが拡大、これね、トラベルディスカウントボード。ただ先にこれをね、取りましょう。見えたね。目的地に到着したわ。ここどうやって上がるのかが問題で、あ、逆から来るんだね。そんな感じでね、全てを知る者を倒すのにえらい時間かかって、で結局なんかもうほんと覚えてなくて、耐えればいいのかなって感じでずっと耐えてて、でもうやばい死ぬって時に反撃しちゃって、また最初からやり直し的なことをなんか延々と繰り返したんですけど、いやー繰り返したんですけど、やり直して試行錯誤してなんとか倒すことできました。はい、車変更、ガレージ、マイカー、調子はどう？いい感じ。やっぱねー、ねー、ああ、ちょっと掘り出し物も。掘り出し物ね、こんな感じで見つけてますよんと。これがね、ちょっと、お、ジープで行こうか。オッケー。これちょっとアップグレードしよっかね。オートアップグレード。よくわかんないから。まあ、この辺のパワー。How much?いいね。行っちゃうよ。オッケー、これでパワーアップして。
ちょっとペイント。新しいペイントを検索。Yeah, yeah. 地味ね。地味。あんまよろしくないね。どれも似たり寄ったり知った感じ。ああ、これいいじゃん。これいこう。What? 何?早く。カモン。カモン。早く探しに行かないといけないんだから。ああまあ、これでいこう。ああ、ね。こういうやつは案外簡単にね、適用できちゃうんです。OK、いいよ。もう行こう。OK、じゃあ出発しましょう。行きましょう。で、雨降ってきましたね。で、とりあえずここの目的地に行って。へいへいへい。ちょっとね、記念撮影1枚ね、パシリとね。いい感じなんだよね。はい、パカシャット。イエーイエーイエー。あ、次40になったらなんかもらえるんだよね、ボーナスがね。とりあえず、これ保存しちゃおう。名前適当にね。これでいいや。いいんだって。で、これが、なんかそのサイトで、ギャラリーで閲覧できるようになるんで。ね、オッケー。終了。ほいじゃね、行きましょう。目的地へ。いいねー。いい感じだねー。ソーリー。あ、このペイントいいじゃん。キラキラでさ。イエーイ。キープして。ソーリー。景色もいいね。だけど今これ Twitch で配信してるからちょっとね、これでも落ちてんだよね、だいぶね。配信切るとめちゃくちゃ綺麗になるから。だけどその昔あのテストドライブアンリミテッド2やってる時でもめちゃくちゃ綺麗と思ってたけど、こっちのが綺麗だから。あっと、ちょっと待って、到着しました。はい、じゃあね、この辺ね。この辺なんですよね。なんでこれ。誰がいるね。まあいいや、こう。前回この辺をね、徹底的に調べたんですけど、今回ね、この辺ね。ここから、この辺から行こっか。だけど、ここら辺入れないんだよね。ん?おー、新しいミッション出てるね。さっき説明あったやつか。オッケー。前向きに。イエーイ。スキルチェーン。とりあえず小屋があれば、もういきなり発見じゃん。あるじゃん、このとこに。真裏か。そりゃ気づかないよね。あの、通常この裏がちょうど入ると、そのセッションに入っちゃうんで。初心者君に言ったわ。あなたにはとても乗りこなせないって。でも、ステファニー。ステファニーだっけ？よくある。知らない。どの車？おお、そうクラシック。冗談でしょ？ジャガー XK120 じゃない？クラシックカーの名車。レース用にモディファイされた形跡があるわ。でも錆だらけね。復活にはいろいろと手を入れなくちゃ。Yeah。見つけちゃいました。何？なんか。あなた、私に任せられてラッキーよ。Yeah。 アシュリーね。連絡するから取りに来て。オッケー。何？なんかめちゃくちゃ時間かかるかと思ったんだけど。場所がちょっといやらしいよね。だってここの P のとこだと画面が切り替わってさ、カーセッション入っちゃうから。ここの辺じゃないと思うじゃん、普通は。ね。で、とりあえず、そうだね、ロードトリップ。せっかくなんで、もう見つけちゃったんで、クエストっていうか、この話を進めましょう。あー、気持ちいいね。今にやって後悔してんだけど、
あのダウンロード版買っとけばよかったなみたいな、なんかケースっていうか本体かなんか説明書かな、なんか見ると Xbox One 起動前にディスクの入れ替えしてくれみたいなこと言うじゃん。なんかめんどくさいんだよね。サンセットオーバードライブもあのディスク版買っちゃったから、えい、その一方でマイクタイランフォールがダウンロード版だから非常にねやりやすいっていうかね、切り替えがゲームの切り替えが早いしいい感じなのよね。右に曲がってラウンドアバウトの2つ目の出口から出て、あとね360 Xbox ライブアーケード、あの辺のコンテンツもこっちで遊べるようにしてほしいなとかね本当に思うね。360片付けちゃったからね。 Oh my god yeah。 これ途中から配信来る人ってお前何やってんねんみたいなね、もう見つけちゃったんですみたいなね。へえ、左に曲がって。ああいいね、なんかレースじゃなくても気持ちいいよ。ああ、となんか9日だっけ、運搬ミートナイトとかなんかイベントがあるんですけど、前回もね誘って来ていただいたっていうか参加しますって希望を出していいよみたいな感じだったんだけどね。だけどなんか招待もらってもなんかフリー走行していればジョインできる的な感じのこと言われたんだけど、全然クエストっていうかなんかその部屋に入った的なことなくてね、結局待っててもダメだし、そのまま待ってればいいとか言われたけどダメでね。まあ今日はこのままロードトリップっていうんですか、目的地に到着したわ。次の目的地へ。ああまた車買うのね。いやクラシック、クラシック、まあいいよ、ちょっとクラシックからちょっと見てみようか。フェラーリアストンマーリン、おー、ロータスいいね、ロータスね。うん、コブラいいじゃんいいじゃん。で名古屋にもこれディーラーありますからね。イエー、おお、いいね、おお、なんかいいね。ブラー、あ、でもこのマットの感じがいいよね。これがもう、この光沢あるのが普通っぽいから、あえてこのマット。いいじゃん。オッケー、これでしょ。で、次のレースはこれでいきます。イエー。そうなんで、早々に目的達成しちゃったんで、次の町へ行きます。で、また掘り出し物の報告あればいいね。ロードトリップへの準備はいいか。いえ、最初の目的地は海岸沿いの先にあるカステレットだ。いえ、このルートは世界でも指折りの素晴らしいドライブコースだから存分に味わってくれ。あは、 400m 先で左に曲がって、めっちゃ速いんですけどよ、このき
なんか待って、これ地味だね。地味だな。やっぱキラキラとかの方がいいね。イエー。それいい。こんなとこ撮んの？チラチラチラ。写真撮りましょう。せっかくですから。いいねー。綺麗だねー。いや、いいじゃん。メルセデス。あまり。保存、どんどん保存しちゃうよー。オッケー。共有。ね。わ？意味わかんないんですけど。まあいいや。いやー気持ちいいなー。サンセットオーバードライブ、タイタンフォール、フォルツァホライゾン2、どれも神ゲーなんですけど、そう、今日ね、今日だっけ、明日だっけ、わかんないけど、Wii U の、バーチャルコンソール、ロックマンエグゼ2が配信ってことでね。だけど、前、ロックマンエグゼ1配信されたときに、僕やってなかったんで、とりあえず面白いってお勧めされたんで、買ってみたんですけど、まあ、めちゃ面白くて、で、結局、ゲームボーイミクロでいろいろ結構、アドバンスは、ちょっと面白そうだなっていうのは、買い集めてる。ってとこもあったんで、ロックマンエグゼシリーズ揃えちゃったんですよ。まあ結局積んでんですけどね。でもどうせだったらもっと早い感覚で出してほしかったな。 VC ね。ソーリー。ああ綺麗。ああまたちょっとエグゼやりたくなってきたな。とは言いつつも今はね FF5 なんで、 FF6 がめちゃやりたくてね。だけど5ちょっと始めちゃったんで、6熱は FF レコードキーパーがきっかけっていうか目覚めた感じ。いいね。レコードキーパーも地味に楽しいしね。ちょっと前までドラゴンクエストモンスターズスーパーライトやったんですけど、どうしてもね、ダンジョンちょっと移動も楽だって言うんだけど時間かかるんですよね、一周がね。そんな仕事も暇じゃないんで、そんなにちょん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 やってられないっていうかね。一方レコードキーパーに関してはスタミナ消費が結構大きいんで、昼休みにパパッとスタミナ使い切っちゃったりとかね、結構十分スタミナ満杯になる前に次の行動に移せるんで、ちょうどいいかなって感じですね。右に曲がって、イエー、ソーリー。
なんか珍しい車多いね。ちょっと写真撮っちゃうよ。はーい。これ。一気にみんな結構な。いっぱい来るんじゃねの。イエーイ。いやーちょっと着いたー。ここ最初のとこだよね。違ったっけ、覚えてないけどさ。あと9分40秒なんか目的が10分以内になんか達成しちゃって、その10分も車交換してる感じでね。貴重なお宝に出会えるレースだ。イエー。レースの前にはいつもピットの様子を伺ってヴィンテージのフェラーリと一緒に記念撮影するチャンスを狙ってるよ。それじゃ、レースを選んで始めよう。はいはい。ストリートレース、サーキットレース、トレイルシース、サーキットレース、まあせっかくなんで、まあ一番ね近いここですよね。とりあえずねやってみましょう。まあパブ行ってちょっと車の色変えます。なんかこのパッと見た感じ良かったんですけど。さて今日は何をしたらいいかしら。ペイントですわ。ゴー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 って。だからちょっとね光沢あるね。おう、これはオッケー、これにしよう。イエーイ。よし、じゃあこれで目的地に行きましょう。Yeah. 安全を確認して U ターンして。イエーイ。最近バケットリストもやってないね。あれが結構お金がいいんだよね。だから実績も全然解除されないしね。400m 先で右側に行って。ねえ。右側をキープして。ねえ。200m 先が目的地よ。目的地に到着したわ。じゃあとりあえずこれやってみて、まあ3位以内に入れるように頑張ります。でダメだったらやっぱリトライだよね。あと優勝も11回ぐらいしないといけないから、本格的にね頑張っていかないといけません。これね変わったんだよね。ゲットレディーゴーだったからね、ちゃんとね英語表記になってね。インスタール。だからまだ道なだけいいよ。なんか泥道とか最悪だったもんね。何回12位になるんだみたいなね。スキルポイントを獲得した。イエー。6個あるもんね。よくわかんないんだよねこれ。ああ。ああ。
チューニングやペイントをダウンロードするの 25% クレジットが増加します。ああよくわかんないけどやっときます。2倍速で蓄積。まあまあちょっと食べましょうね。 OK。あれみんな遅くないか？大丈夫？29%、30%で、まあ5位ならまあいいのかな。おいい感じ、ほらね、4位でしょ。これも抜けるよね。抜いちゃおう。抜けねえじゃんよ。戻ります。戻りましょう。 OK、 こっから行こう。 Yeah。下り。行かせないよ。ポールポジションじゃないし。まあまあまあいけるでしょこれなら。そういえばテストドライブアンリミテッドはレース一切出ずに、クエストとかもやらずに道を埋めるだけしかやってなかったんですけど、あれ簡単だったのかな。これみたいにその戻るとかないから、難易度高いように感じるけど、あれいつの間にか1位になってる。これはいけるっしょ。それが命取りになる。懐かしいね、ここめちゃ滑って当たってたよね。イエーイ。いい走りだ。いい感じ。到着。イエーイ。しません。あなたのジャガーが見事によみがえったわ。準備は整ってるから、いつでもガレージに取りに来て。イエーイ。レベルアップしたわよ。スタップ。まあそんな感じで、今回の配信はその目的がね、掘り出し物を探すってことだったんで、まあ開始10分そこらで見つけちゃったんで、とりあえず一回ここで切ります。お疲れ様でした。